ワトソンビルはアメリカ合衆国カリフォルニア州中部サンタクルーズ郡の都市である。2000年国勢調査では人口44,265人だったが2010年では51,199人と16%増加している。ワトソンビルはカリフォルニア州のセントラルコーストに位置する小さな農業地帯である。様々な民族出身者が生活している。 ヒスパニック系住民が多く、その他にフィリピン系、カフカース系、及び日系の住人が少なからず生活し働いている。経済は圧倒的に農業周辺のものに依存している。隣接するモントレーグイのサリナスと同様イチゴやリンゴ、ブラックベリー、ラズベリーといった果物、レタスやマッシュルームなど野菜の生産で知られている。ワトソンビルがある、 パハロバレーは外して快適な気候であり、一年中気温は、下肢60度ないしかし70度近辺である。この気候により、魅力的な海岸の環境となっており、近接する内陸部の夏が、大変暑いのと対象をなしている。パハロバレー統一教育学区には、幼稚園生から12年生まで約1万8000人の、児童、生徒がいる。 ノートルダム学校など宗教系私立学校もある。またいくつかのチャータースクールや非宗教独立系、幼稚園前から12年生のマウントマドンナ学校もある。これらの学校は地元の家庭に幅広い教育に関する選択肢を与えている。政治的には近隣のサリナス、カストロビルおよびプルーンデールなど地域社会との関係で害して保守的な傾向にある。 マキタにはやや規模の大きいサンタクルーズ市がある。サンタクルーズ市にはカリフォルニア大学サンタクルーズ校やカブリロカレッジがあり、若い多くの学生を引きつけている。ワトソンビルとサンタクルーズは海浜都市であり、サンノゼ市や内陸の渓谷部から多くの観光客が訪れている。ワトソンビルは1837年に、 セバスティアン・ロドリゲスに与えられたメキシコの特許土地ランチョ・ボルサ・デル・パハロの中に位置している。1852年にジョン・イチ・ワトソン・ハンジと D.S. グレゴリーが町の区画を決めた。1868年3月30日に市政が執行された。ワトソンビルの主要産業は農業、建設業及び製造業である。市内に本社を置く。 大企業としては、ドリス・コール・ストロベリー、マルティネリズ、カリフォルニア・ジャイアント、モントレー・マッシュルームズ、グラナイト・ロック、グラナイト・コンストラクション、ウェスト・マリーン、ベンド・アイズ及びフォックス・レーシング・ショックスがある。ワトソンビルの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用主トップ10は以下の通りである。ワトソンビルは、 北緯36度55分12秒整形121度45分49秒北緯3 6 9 2 0 0零度整形121.76361度3 6 9 2 0 0二1 2 1 7 6 3 6 1に位置するモントレー湾に面しサンタクルーズ郡の南端にあるサンフランシスコからは南に約95マイルである アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.4平方マイルであり、このうち陸地は6.3平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は1.24%である。ワトソンビルプラザワトソンビル南部と、パハロ川の空中写真、ワトソンビル水道局にある、アメリカ国立気象局共同事務所によれば、この地域は冷涼で、 比較的降水量の多い冬と温暖で乾燥した夏があるとしている。夜や朝の時間帯は霧や低い雲が出ることが多く、特に夏は内陸部の暖かい空気がモントレー湾の冷量で湿気を含んだ空気と出会って形成されている。1月が通常最も寒い月であり、平均最高気温は下市59.9度、平均最低気温は 夏至38.5度である。9月が通常最も暑い月であり、平均最高気温は夏至73.2度、平均最低気温は夏至51.7度である。年間平均で下至90度を超える日が4.9日、夏至32度を下回る日が13.5日ある。夏はモントレー湾で空気が冷やされるために涼しい夜になることが多い。 過去最高気温は1980年10月2日の下市106度。最低気温は1990年12月22日の下市12度である。平均年間降水量は22.42インチである。計測可能な降水日は平均61日ある。最も降水量が多かったのは1983年の48.35インチ。 最も少なかったのは1976年の10.66インチだった。月間降水量が最も多かったのは1998年2月の15.99インチだった。24時間雨量での最大は2000年2月14日の5.93インチだった。近くの山岳部では年数回かなりの量の降雪があるが、モントレー湾海岸部での計測可能な降雪は、 大変稀である。ワトソンビル市にはカリフォルニア海岸プレーリー生態系の中で絶滅危惧種のサンタクルーズタール層が生息する地域がある。1980年以降かなりの私人構造化が起こり環境影響報告書を多く準備することになりその結果自然生息域にかかる開発計画を止めることになった。ワトソンビルに隣接する海岸部の大半は モントレー湾国立海洋保護区に入っている。これは元アメリカ合衆国会議員レオンパネッタが提案し指定されたものである。海岸部から遠ざかるとサンタクルーズ山ミク南端となりワトソンビルをシリコンバレーの小さな隠れ家のようにしている。ワトソンビルスローとも呼ばれるワトソンビルシ地チは市内を呼び周辺の清水シ地チの体系であり、 1990年以来、民間及び、市の回復と保護の努力により、恩恵を受けている。その詳細はこの湿地を保護するために働いてきた、ワトソンビル湿地監視隊が出版したジェリー・ブッシュ、ゲイリー・キトルソン及びクリスティーヌ・ジョンソン・ライオンズ、協調の、ワトソンビル湿地監視に詳しい。毎年の夏の終わり近くにある、サンタクルーズ軍フェアには、軍内外から、 多くの観光客を集めている。この祭りは、遊園地用乗り物、食事、美術品展示、ポニーの乗馬、ペット動物園、ドッグショー及び音楽の生演奏などが行われている。この祭りの会場では、オーシャンスピードウェイでのカーレース、犬の調教、結婚式のレセプション、毎年開催される、サンタクルーズ軍科学祭り、 およびスコットランドルネッサンス祭りなど多彩な行事が開催されている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラムゼー公園にあるサッカーセントラル屋内スポーツ競技場市内には中国系、日系およびフィリピン系アメリカ人からなるアジア系アメリカ人の人口が多い。ただし1960年以降はその比率が下がり続けている。 中国系、日系及び、フィリピン系アメリカ人はそれぞれ集合して住む地区があり、20世紀の半ばには、お互いのために事業を立ち上げていた。ワトソンビルにいる東、アジア人の歴史は19世紀後半にまで遡り、地元の農業に関わってきた。第二次世界大戦中の日系アメリカ人、強制収容が行われた結果、地元の農業会社が、 労働力としてメキシコ移民を受け入れてきたので、1980年代や1990年代にヒスパニック系の人口構成比が高くなってきた。ワトソンビル市民プラザと公共図書館、ワトソンビル市民空港カリフォルニア州議会では、上院の第15及び会員の第28選挙区に属している。連邦議会会員では、 カリフォルニア州第17選挙区に属しており、クック投票動向指数は民主党プラス17となっている。2010年時点で連邦議会会員のサムファーや州会員は民主党議員が務めているが、州上院は共和党議員が務めている。ワトソンビル市長はルイスエアレホである。ワトソンビル市は水道水へのフッ素添加を行っていない。 フッ素添加について2002年の住民投票にかけられたが、僅差で否決された。マルティネリズ飲料会社はその製品に、フッ素添加された水を使うくらいなら要素へ拡張移転した方が良いと脅しをかけている。地元の健康管理専門家は、市が虫歯を流行らせていると主張している。数年間にわたる、法律闘争後、2010年8月には、 外からの資金が使えるようになる人口1万人以上の町では、フッ素添加した水を使うことを求めるカリフォルニア州法にワトソンビル氏が違敗していると、やり玉に挙げられた。サンタクルーズセンティネル紙は、2010年9月28日の市政委員会の評決は4対3で、カリフォルニア歯科協会基金が、フッ素添加システムを設計して建設し、2年間運営するための、 予算160万ドルの契約を承認したと報じた。モントレーサリナス統計都市圏試験は、様々な地元テレビ局の放送を視聴でき、22万2900世帯と、全米では、第124位の指定市場である。モントレーなどに本局を置く12のテレビ局が電波を送っている。2000年に、ABC 系列の KNTV が買収され、 サンフランシスコ・オークランドさんのゼト試験の NBC 系列局となった時に、モントレー・サリナス統計都市圏には ABC 系列局がなくなった。KNTV は NBC11 となり、その送信塔をロマプリエタさんからサンブルーの山に移したので、モントレー地域をカバーしなくなった。この時 ABC は、コムキャストケーブルと契約して、 サンフランシスコの ABC 系列局コ o t t v の番組をいくらかカスタマイズし、モントレー地域に送るようにした。ラジオ局は、AM 放送が1曲 FM 放送が9曲聴取できる。ワトソンビルの日刊誌は、ワトソンビルレジスターパハロニアン紙である。ワトソンビルの公共教育は、パハロバレー統一教育学区が管轄している。 学区内には小学校13校、中学校6校、高校5校が入っている。この他にチャータースクール5校も入っている。市内の私立学校は6校ある。カレッジとしては、カブリロカレッジのワトソンビル文校がある。また大学院として、マウントマドンナインスティチュートがあり、アーユルベーダとヨガを教えている。以下のリストは、ワトソンビルで生まれたか住んだことのある人物である。 ありがとうございます。